サンツェッペリンは日本の競争馬。2007年の京成杯の優勝馬である。同年のサツキ賞では15番人気で2着に入り、3連単の配当が同競争史上最高の162万3250円という大波乱を巻き起こした。馬名の由来は太陽飛行船名。2006年6月24日、福島競馬場の新馬戦でデビューしたが6着に、 敗れた。中一周で今度は芝1200メートルに出走したが11着であった。なお、この2戦は後に、サツキ賞で叩き合いを繰り広げたビクトリーに起場する、田中勝春が安城だった。その後サンチェッペリンは3ヶ月の休養に入り、休み明けの未勝利では、以後のパートナーとなる、松岡正会に乗り換わって初勝利を挙げた。そして万下条件戦を走した後、 オープン特別のホープフルステークスでは、松岡が右飛骨折りで起乗が不可能になったため、有馬記念で起乗予定だった北海道競馬の五十嵐富雪が起乗し、これまでの先行とは違って後方から差し込み、10番人気を覆して、ニュービギニングの2着で調子を上げると、続く、形勢杯では、怪我から復帰ばかりの松岡が一転して、ハイペースで逃げて、重傷制覇を果たした。 クラシック路線へ進むと、サツキ賞の前哨戦には、スプリングステークスを選択したが、全く自分の競馬ができず発着に敗れた。サツキ賞では、重賞勝ちにもかかわらず15番人気という、低評価であった。これは逃げて優勝した、京成杯が、クロック死されたこと、さらに父天秤ビーやボフ、おじじアンが、主に短距離で活躍する3区を送り出している、背景もあり、距離が、 不安視されたこともあった。しかし、スタートから先頭に立つと、第2コーナーで、ビクトリーに先頭を譲ったものの、共に流れをつかみ、人気場の仕掛けが遅くなるのも幸いして、最後の直線では、壮絶な一騎打ちとなった。ゴール直前には、人気の不採地方王も一気に襲いかかり、大接戦となるが、ビクトリーに首の上げ下げで、花さの2着に敗れた。 この2着で、東京優秀の優先出走権を手にし、3歳馬、最高峰を目指すことになったが、迎えた東京優秀では、サツキ賞2着ながらも9番人気と評価は低かった。レースでは、先行し、逃げた、浅草キングスを捉えることはできず、勝ったウオッカなど後続にもかわされはしたが4着に、粘り、サツキ賞に続いて、人気を覆した。レース後は、放牧に出され、 8月18日に帰休し、秋は神戸新聞杯から菊花賞に出走を予定し、神戸新聞杯の出走1週間前に立冬トレーニングセンター入りし、菊花賞出走後まで滞在する見込みであったが、馬インフルエンザ騒動により移動が規制されたために、当初のローテーションが白紙化され、9月23日のオールカマーに出走したが、9着に敗れた。さらにその後、 第68回菊花賞に出走するものの14着に大敗した。なお第1希望で香港バーズ第2希望で香港カップに予備登録を行っていたが回避した。菊花賞後は第52回有馬記念への出走。しかし最下位となる15着に敗れた。2008年は白富士ステークスから始動。一番人気に 支持されるが13着だった。その後、新馬戦以来のダート競争となる、マーチステークスに出走するが最下位16着だった。その後、生涯に転校し11月29日の生涯、未勝利戦に出走、結果は7着だった。そして再び平地に戻って、ディセンバーステークスに出走するが9着だった。2009年は、ニューイヤーステークスから始動したが、 見せ場なく12着に終わった。続く、アメリカジョッキークラブカップでも12着と大敗した。その後は、一層もせず、2009年11月25日付で、JRA の競争場登録を抹消された。シンガポールへ移籍の予定であったが実現せず、翌2010年に、北海道競馬移籍した。北海道競馬では参戦して、未勝利に終わり、 10月19日の水保証を最後に、競争馬を引退する。巨勢手術は施された後、日高町のケイズとヨザト文場で予勢を送っている。競争成績は2009年1月25日、現在サンチェッペリンの母プラントージュジアンは、未勝利馬であり、父の天ーも種ボバ成績が伸び悩み海外に、再輸出されている。そういった理由もあり、サンチェッペリンの生後の評価は、 あまり高くなく、東西寺のセリ置では、改定がつかず、終取りとなる。その後現在の場所である、加藤信之に、約100万円の値でようやく取引された。このためか、加藤は、クラシック登録を行わなかったが、形成杯で優勝したため、追加登録料200万円を支払って、札幌賞に出走することができた。主戦騎手の松岡は、 育成牧場時代からサンゼッペリンの騎乗を直訴し、調教をつけていた。ありがとうございます。